Rushing.
らっしゃいませ。でも嫌じゃないというか、
すみません、言い表せなくて。でも、興味深い経験をしました。 以前の任務でローグスの人質となっていた人たちが解放されたらしいぞ。うん、交渉がうまくいったようだな。結構な身代金を踏んだくられたようだが、まあローグスの奴らも役に立つことがある。だがな、それは元部内のみでしか機能せん。 他から見れば所詮ごろつきなのだ。正しいことならば太陽系全てに貢献できるはずだ。組織や政府のみならず家族や見知らぬ人たちの平和を守ることにつながらねばならん。ローグスは結局己の利権を守りたいだけだ。 他人の不幸が利益につながるなど俺には許容できんのだ。いいな、ガーディアンズとして大成したいなら精進に目を奪われず太陽系全部を見ろ。まだ新米のお前には難しい話だったか。まあいい、だが俺の話心の片隅に置いておけ。いいな、よし、もう行っていいぞ。先輩の堅苦しいお説教はもう終わりだ。 世話になったガーディアンだな。思えばあの件で世間でいう残留シードの騒動に発展したわけだ。うん、君のおかげと言うべきか。残留シードに関する情報は 逐一ガーディアンズの方から情報をもらっている。何やら怪しげな組織に関わる女テロリストが瞬動しているなどな。もちろんこちらも情報提供は怠っていない。よく誤解されているが我々同盟軍とガーディアンズは対立関係にあるわけではない。 両組織の立場の相違からお互いが邪魔し合うような事態も過去にあったがな。だが今後はそういったことは避けねばならん。キャスト至上主義は好感に広く蔓延しているし、その思想からキャストに反感を抱く者も多くいる。こういった反目は 太陽系の平和を阻害することにしかならんのだ。しかし目的あれば思想や種族を超えて太陽系全体で団結できると私は信じている。
どうやら引き止めてしまったようだな。すまない、もう行ってくれて構わないぞ。では失礼する。
Thank you.
君が残留シードを発見したという。そうかそうか、話は聞いているよ。申し遅れた。私はカナル・トム・レイン、エーフォトンを専門に研究しているものだ。総裁から依頼があってね、残留シードについて調査に専任することになったんだよ。しかし調査とは言ってもこれからだ。残留シードにあるAフォトン結晶のサンプルを採取分析すれば。あら、いらっしゃってたんですか。ネイブ先生とルーさんが会議室でお待ちですよ。おお、そうか。君は今から任務なのだね。すまんすまん。また今度ゆっくり話をする機会があれば、その時にでも。では、頑張ってきたまえ。
揃いましたね。では説明させていただきます。今回の任務はニューデイズでの諜報活動です。トレニー博士がリーダーシップを取って各惑星で残留シード一斉調査を始めたんじゃがな、グラル教団の反応が鈍いんじゃ。なるほど、そのあたりを調べればいいんですね。話はまだ途中です。最後まで聞いてください。うん、せっかちはいかんぞ、ギリア。ま、グラル教団が閉鎖的で排他的なのはいつものことじゃわい。やが、動いてもらわねば困る。そこでじゃ。脅迫の材料を手に入れてもらいたいのです。脅迫？犯罪ではありませんか？こりゃルー、聞こえが悪いじゃん。もっと別の言い方をせんかい。つまりじゃ、交渉を有利に運ぶ材料が欲しいんじゃよ。相手の弱みにつけ込むのは交渉術の基本じゃわい。それはそうかもしれませんが、これが調査部の仕事です。理解していただかねばなりません。世の中、綺麗事だけでは片付かんもんじゃ。お前さんたちの働きは決して無駄にせんぞい。確かに、あらゆる仕事には余人の目につく部分とそうではない部分があるものですね。今回はそういったガーディアンズのいわば影の仕事、これも組織の礎となる任務なのでしょう。調査部とはそういう部署なのです。私、納得いたしました。とにかくお前さんたちに任せたわい。よいな。了解いたしましたが、どのようにして情報収集すればいいのか、雲をつかむような話ではありませんか？ご安心ください。情報提供者がおりますので、その方の情報の裏を取ってもらいたいのです。信用のおける内容なのですか？それにどういう素性の方なんでしょう？それは話せません。ですが、基本的に信用がおけるという前提で接していただいて結構です。うん、その点はわしも保証しよう。了解いたしました。その方とのコンタクトの取り方は？ニューデイズの支部に向かってください。仲介役が待機しておりますので。少し厄介な任務じゃが、お前さんたちなら立派に務めてくれると信じておる。はい、了解しました。それでは行きましょう。
レイズですか？風光明媚なところなのですね。独特の雰囲気を感じますが、こういうのを趣とか情緒とか言うのでしょうか。よくいらっしゃいました。グラールの未来を守るガーディアンズでございます。はじめまして、私はレイナと申します。本部より要件は伺っております。今お呼びしますのでお待ちくださいませ。林指導様、本部よりお客様でございます。ええ、今行くわ。あなたが調査部の？聞いてたより頼りになりそうじゃない。そしてあなたがヴィヴィアンね。あなたが情報提供者の仲介人ですか？そう、私はマヤ、マヤ指導よ。人員名簿を検索しました。ガーディアンズ装備開発課所属の方なのですね。それで一体どういった素性の方なのですか？私？それとも情報提供者について？両方です。そうね、私について語るのなら到底5分や10分の時間じゃ足りないわ。それでも構わない？いえ、結構です。情報提供者については秘密。本人に会ってあなたが直に聞いてみればいいんじゃないかな。素性の知れぬ方の情報に価値があるとは思えませんが。それでは信頼に足る根拠にはなり得ません。でも信頼しなきゃいけないのよ。あなたたちにはそうしないといけない事情があるんだから。ルーさんやネーブ先生のお達しですからね。この前提を疑えば先生を疑うのも同じことになりますね。ここは信じる以外ありませんよね。分かってもらえて嬉しいわ。これで安心してあなたたちを連れていける。それでは参りましょうか。そうね、あんまり待たせちゃいけないもの。あの子時間に厳しいから。私のパートナーカード、必ず私をパーティーに加えてちょうだいね。あそこにいるのは
確かグラール教団の聖霊司教のルツという方ではないのでしょうか。早く行きましょう。どうかされたのですか？そんなに慌てて。ほら、ここに立ってるとナンパされちゃうのよ。この前もしつこい奴がいて。とにかく急ぎましょう。今の女は確か。着いてる時間だけど。遅い。どうしていつも時間にルーズなんだ。そんなことだから。ストップストップ。ほら、ガーディアンズの人もいるんだからね。仕方ないな。ガーディアンズの諸君、よろしく頼む。私はカレンという。なぜ仮面をつけているのです？そんな怪しい人物の情報を信用できるはずがないではありませんか。気にしないで。その通り。気にしないでもらえないか。人にはいろいろ事情というものがある。それはともかく、後ろの方は？ああ、俺はイーサンだ。ガーディアンズ機動警護部所属さ。イーサン・ウェーバーさんですか？あの、背部総攻撃の最中に潜入し、科学者救出作戦メンバーを救い出したという。そんな人が、なぜこんなところに？それは、その、なんだ。気にしないでもらいたい。私の個人的な付き合いで同行してもらっているんだ。納得いきかねます。まあいいじゃない、同じガーディアンズなんだしさ。とりあえずその例の場所に向かいましょうよ。場所とやらが教団の弱みになるのですね。それともこれも気にしない方がいいのですか？あら、あなた皮肉も言えるのね。でも気にしないわけにはいかないわよ。凶暴化した原生生物が集められた区画だし。それはまさか元部と同じの？さあ、行くぞ。途中は凶暴化した原生生物が出没する。決して気を抜くなよ。私は先行させてもらうわ。先に行ってセキュリティを解除しておくから。マヤさん、一人じゃ無茶だ。危険すぎるぜ。ルツが探しているわ。あまり猶予はないと思うの。わかった、仕方がない。後で合流するとしよう。よし、じゃあ行こう。
Thank you.
Thank you.
追っ手が来たようだ。参ったな。経営者を叩きのめすのは気が引けるんだが。もしや私たちが尾行されてしまったのでしょうか。ま、仕方ないさ。よし、ここは俺に任せろ。あいつらをまこう。わかった。くれぐれも無茶をするなよ。ああ、心配しないでくれ。じゃ、縁があったらまた会おうな。はい、必ずまた会いましょう。お互い様さ。あんたこそ怪我には気をつけろよ。そしてその新米のキャストの子、ビビアンだったか。なんだかまだ危ういからな。あんたがしっかり守ってやらないとな。はい、しっかり守ってもらいます。いい返事だ。立派なガーディアンになってくれよ。じゃあな。急ごう。マヤを待たせたくない。はい、参りましょう。
すまない。今度は私が待たせてしまったな。私は怒ったりしないわよ。それよりここが問題の場所なの。ビビアン、見えるか？この方角なのだが。この先2キロの方向に多数の生体反応があります。今目視で確認。凶暴化した原生生物が多数飼育されています。兵器の研究施設ですか？いや、 LSS 関連の施設は湿地帯にある。教団の極秘事項なので詳しくは話せないが。それでこの光景を記録できるか？問題ありません。私を通じて本部でモニターしています。しかし、なぜ教団がこのようなことを？教団じゃないのよ。その通りだ。あの区画はガルムに貸与したことになっている。役所にアクセスして検索いたしましたが、あの区画に所有者はおりません。それを貸与したとなると違法になります。もっと問題はあの土地の利用法ね。残留シード調査を拒んでいるのはあそこを明るみに出したくなかったからでしょ。ああ、残留シードの悪影響を黙認するがごとき態度は太陽系全体の義に反する許し難いことだ。ぜひこの事実を教団に突きつけて鼻を明かしてやってちょうだい。何者かが近づいてきます。動くな。囲まれたか。突破しましょうか。いや、その必要はないだろう。命までは取られない。その通り。少なくともあなたの命はガーディアンズの方々の保証はできませんが。お前自ら足を運ぶとはな。暇なのか。そのような口調は慎んでいただきたい。ともかくお戻りいただけませんか。いいだろう。用事は済んだことだしな。ところで、イーさんはどうした？あの若者ですか。我々を散々コケにしてどこぞへと姿を消してしまいました。おかげであなたに追いつくのに時間がかかってしまいましたよ。さすがイーさんね。いい仕事するわ。じゃあ私たちもそろそろお泊ましましょう。お待ちいただきたい。巫女様以外はしばらく身柄をこちらで預からせていただきましょう。巫女ですって？マヤさんが？違う、巫女は私だ。隠していてすまない。自身が内部告発ですか？危機心に勝る内部の腐敗っぷりですね。内部腐敗？はて、何のことかな。とぼけないで。残留シードの存在をひた隠しにする教団の態度のことを言ってるの。あれはガルムに貸した土地。タナコが何をしようと教団は預かり知らぬことです。
ほうほう。ではガルムから多額の献金があるようだが、なぜ私の耳に入らない？バカバカしい。あなたに知らせるまでもないと判断したに過ぎません。教団の運営など私に任せておけばいい。第一、献金などではなく、ただ純粋に教義に賛同いただいた結果の善意の寄付に過ぎません。あらあら、だったら隠すこともないわよね。収支報告書にはその旨はなかったようだけど。その上、適切な借地契約はなされておりません。これは立派な違法行為にあたります。ほう、大いなる精霊の導きに対し法を解こうというのですか。教団の運営は言うなれば太陽系そのものの生き、愛する信者と教団を守ることこそが太陽系の平和維持につながっています。ゆえに私は教団運営に尽力しているのです。口ではどうとでも言えます。ともかくこのことは叱るべきところに報告させていただきます。これらが外に流れてはいかにお前でも握りつぶせまい。私たちを拘束しても無駄ですよ。すでにこのやり取りもガーディアンズ本部で記録されておりますから。一応伺っておきましょう。一体我々に何を譲歩させようというのです？話が早くていいわね。簡単よ。残留シード調査に足並みを揃えること。ガーディアンズと同盟軍にはこの施設について包み隠さず知らせるんだ。もちろん公表はさせない。先ほどの話、私は預かり知らぬことですが、まあ留意いたしましょう。これでよろしいか。ではお戻りになってください。いや、この者たちを見送る。いいな。好きになされ。さあ、シティに戻ろうか。せめて送らせてほしい。しかし、あのルチという人はニューマンの典型のような方でしたね。少し傲慢で排他的すぎるように思えます。確かにニューマンにはそういう人が多いと思う。でもそうやって人くくりにされるのは悲しいわね。あ、マヤさんとカレンさんは別です。私もニューマンだ。ルツと同じ。あなたはルツと同じではありません。他のニューマンもね、確かに主としての個性はあると思う。ただルツだってああいう立場にいなければあなたの感想も違ったものでしょ。そうでしょうか。教団を運営するために必要なのは、その教団をまず第一に考えることだ。多少傲慢で排他的に思われようとも、
撃つわ。その点においては疑いようがない。そうかもしれませんね。私も彼もニューマンだもの。あまりニューマンを嫌いにならないでほしいな。私はニューマンの全てが嫌いになったわけではありません。ただ私は責任や立場を伴った発言の意図を汲み取る能力がまだまだ未発達なのです。あなたはまだ生まれて間がないものね。それは当然のことよ。他人の思考の指針がよく理解できない場合が多くあります。もっと学ばねばなりませんね。まだ心がないんじゃないか。心、思考の中にある一定のパターンですね。私にはないのかもしれません。ですが感情は理解できます。心とは人とのつながりで育まれるの。その動きには感情が伴うわ。感情が伴った決断には納得が得られる。納得ですか？物に納得できないのは教団運営に全く私情を挟んでいないからよ。だから心がなく共感しにくく思うの。人は心の力で無限の奇跡を生む。感情を理解するだけでは心を理解したことにならないぞ。ヴィヴィアン、そのことは忘れないでほしい。心を理解できれば私にも心を持てるでしょうか。そして奇跡を埋めるのでしょうか。もちろんだ。心か。私にも心がいつか。では私はそろそろ教団に戻る。あまり留守を困らせるのも悪いからな。じゃあ二人とも、そして姉さんも、さよなら。姉さん？ご苦労様です。おかげで講習はうまく進んだようです。それはよかった。でもそれがガーディアンズのおかげだなんて絶対公表されないのでしょうね。当然です。これが調査部の仕事ですから。
この仕事は表に出ません。したがって評価もされがたいものです。その通りです。ですがあなたの功績には間違いありません。自分を誇りに思うなんて素晴らしいことですね。それではまた任務が入れば連絡いたします。今日は解散していただいて結構です。